皆さん、明けましておめでとうございます。笑顔とダンスで地球を明るく照らすマリコチャンネルです。2019年もよろしくね。楽しんでいこう。イノシシ同士楽しんでる。私は今日浅間神社に、富士浅間神社北口のに初詣に行ってきた。そこで買ったね、かわいいね、奴隷って言うんだっけ、置物見える。なんか今日ライトがね、こんなライトアップするとこんな、はい、ここいいかな、こんな感じのキラキラしてんだよこれ。イノシシの奴隷、奴隷じゃないか、これ置物、子供か。1年間ね、スマイルにね、飾る。はい、というわけで今日は新春初めてなのでね、お茶を飲みながらみんなとお茶を飲んでる感じでね、やっていきたいと思います。まず店主のカップにコーヒー入れてみる。ございます。マリコさんのアシスタントは私も務めさせていただきます。お目目を描いてみます。何色これ、ピンク。ちょっと今日ライトアップしてます。何色見えない、青、ブルー、イエロー、グリーン。この椿ちゃんにね、葉っぱにグリーンがついてるので、今日はグリーンの目目でいきます。よろしくお願いします。今日はね、お正月ということでね、門松とかね、これかわいいよね。そっか、はい、獅子舞飾ってみた。頭を噛まれるといいことあるよ。いいことあるかな。左にもくださいと言われるね。言われるね。はい。というわけでコーヒーを入れてみようね。本当どうかな。ささやくの難しいかな。入れ方、うん、コップ
ップの内側に差し込む。アメリカンが好きだからね、ちょっとマグカップにしてみた。うっ、拾うようにポットで、おっとっと拾ってる。光、匂い見えるかな。年賀状ね、友達にもらってんだけどね、マリコちゃんで見てるよ。嬉しいね。ゆみちゃん元気。久しぶりの友達もね、まるこチャンネル見てねってね、年賀状に書いた。こんな感じかな。みんなコーヒー好き？私はどちらかというとね、紅茶かな、アールグレー。でもね、コーヒーも好きだ。香りがいいね。ちょっと漏らす。クリームクリスプだったかな。じゃじゃじゃ、かわいいドーナツ買ってきた。イシシとノシシみたいだよね。知ってる？解決ゾロリ。イシシとノシシ、解決ゾロリのさ、クリスプだったかな。前も買った店。ここさ、テーブルがないんだよね。いつもこの棚の端で。
ってるみたいなっていうのかな。硬いよ。チョコ食べてみ、あ、中にキャラメルクリームが入ってる。おいしい。キャラメルおいしい。ちょっとしょっぱくておいしい。お。おいしい。耳、もうこんなになっちゃってるさ。気になるのあの間ってさ、釣り太陽くんが食べてさ、どうだったって、普通普通かよって。耳のとこも可愛い。耳いい音するな。キャラメルクリームマジ美味しい。もし食べちゃった。食べきってから気がついた。またあげなかった、ごめん。ブライスちゃんコーヒーなんか、ごめんごめん、食べちゃった。ごめんごめん、食べたかったです。ごめんごめん。次ね、まずいちゃんだよね。おいしかった。今日いろいろやろうと思って。みんなさ、おみくじやった？浅間神社はさ、恵比寿さんと大黒さんがいるんだよね。そこでさ、おみくじやってみた。じいじゃん、光ってるかな、光って見えないかな、見える。エビスさん、笑顔はエビス、笑いの神様。わっは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 。このエビスさんがさ、私を取るんじゃ。箱の中です。私を取るんじゃ、私だよって呼んでる気がした。可愛いでしょ。飾っておこう。うん、
でね、イビスさんもな、なんだと思う？第12番ちゃ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 みんなと同じ梅だ。今日ライト当てて見えない。大吉やった。マリちゃん、マリコちゃん、大吉大吉大吉さん見せる。大吉だよ。あなたも大吉、私も大吉。すごい運勢。大吉読んでみる。財産は増え、出世もできます。良い人の助けによってさらに出世するでしょう。しかし正直にしないと災いが起きます。正直者が得をする、そんな今年だ。財産は増え、出世もできます。良い人の助けによってさらに出世するでしょう。みんなだ。良い人の助け、みんなだ。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく。あ、すごくない？大吉。ちなみにさ、アンジちゃんもさ、大吉。二人でラッキーみたいなさ、ロッキーロッキーみたいな。主人はやらなかった。すごくない？願い事うまく叶いましょう。油断すると破れます。待ち人来ると、う、来ると言う頼りがありましょう。なくし物出てきましょう。旅行、交通事故に注意してください。商売、さして損はなく、やや少し得するでしょう。いいね。やや少しってとか何ですか。学問、安心して勉強することです。方向、進むのは西がよろしいでしょう。結構東京行くから東なんだけどね、西に行ってみようかな。ユニバーサルスタジオか。争い事、控えて人に任せることです。争わない争わない。転居、急いではいけません。しませんしません。お産、油断してはいけません。ないない。病気、必ず全開するでしょう。いいね。縁談、急ぐと破れることがあります。時を待つのがよろしいでしょう。縁談ね。まあいいか、主人がいますか。はい、教え、人がしたら腹を立てることを自分は知らずにやっている。深いね。人がしたら腹を立てることを自分は知らずにやっている。あるね。あの人ちょっとなとか言いながら自分やってるかもみたいなね。天の御声、半ばにて安らうことのなくもがな、学びの道のわけがたしとて。難しいね。半ばにて安らうことのなくもかな、学びの道のわけがたしとて。学べってことかな。大吉だよ。来年発表会もあるしね。頑張る頑張る。あ、そう、今年の目標、ズバリ
1000人でチャンネル登録1000人頑張る。イエーイ。1年後が楽しみだね。兄ちゃんこの間8万人だってね。あと2人あと2人とか言っちゃったよね。てなわけで右と左が難しいからチェンジしてみようか。あでもなうまくいかないかな。行くかな。こうやると今度右と左がうまくいく。よいしょ。今度右と左がよく聞こえるでしょうか。というわけで、そうそう、昨日ね、じゃじゃーん、ピカ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 ん？逆だった。主人にいつもねマリコ見える、マリコ、私にもねプチお年玉もらえる。これで何買ったと思う？もうねすぐ使う。チェチェエロヘルサプライズ、おいしょ、渡辺直美みたいなだけど、欲しいのはね、なんかね、インディアンみたいな可愛い子狙ってる。じゃあ開けてみる。ドキドキする。ハサミ持ってきたよね。 LOL サプライズ、なんだっけこれ、アンダーラップっていうの。ここをまず一番あげます。ヨドバシはハメラで買った。あ、この音いい。どう？うるさいって言うかな、虫眼鏡みたいのが入っている。うるさかったらごめんね。かわいいよね、ラッピング。またここを開けてくださいって書いてある。ドキドキする。インディアン、インディアンの子、牛乳浸しパン思い出すよね。いいイメージ、いいイメージ。大吉だからね。ついてるよ、運命の子はうちにやってきた。さっきアンジちゃんねボスベイビー見てた。私も後で途中から見る。うるさいって言ってごめんね、うるさかった。インディアンの子、
どんなだろう。ん？また開ける。また開ける。どこ開ける。はあ、怖い。楽しみだね。シークレットメッセージを見つけよう。違うかな。ほんと？ほんとじゃなかったけど。おぉ。すげえドキドキするんだけど。やると置くんだよね。あれ？なんか箱の中に入ってた気がするんだけどな。あれ？あ、これね、なんかね、こういうボタンがあるんだよね。このボタンもね。あれ？あれ？どうやってんの？あれ？あれあれ言ってる。あれどうだっけ？この中入ってるもんな。なんか秘密の暗号っていうのがあるんだよ。あれ？え？秘密の暗号どこだろう？ん？暗号を見つけよう。シークレットコードをなくさないでね。6つの記号のどれかで4つのブロックを解除できるよ。あれどうだっけ？ん？わかんない。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 めっちゃドキドキする。あれ？おかしいな。あやんで開かないだ。あれ？このなんかね、中に書いてあるんだよね。これ紙がね、何時ちゃんの時外、中に入ってたんだけど、あれ、めっちゃドキドキするんだけど、あれ、あれ、なんでこんなすぐ開かないんだ、やばい、時間が、あれ、アンジュちゃんトイレ、お風呂入っちゃったしな、あれ。なんかね、こういう暗号を見つけようっていう紙がね、出てくるはずなんだけどね。ん？その紙が中に入ってる。めっちゃやばいじゃん。マリコさんやばいっす。どうしよう。どうなってんのこれ。これで見てもわかんないしな。どうしよう。これやばいじゃんね。どうしよう。マジで中に入ってんだけど、
かんないな。これがマリコチャンネル。あれ？ちょっと待ってよ。え？どうしてだろう。普通さ、この暗号がさ、見えるかな？の紙がさ、外にあるはずが中入っちゃってる。これどうしたら取れんの？やばい。落ち着いて。全部種類やんなきゃないのに。武器もダメ。これでもない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 。やばいな。わかんない。どうしよう。あ、バッテリーが少なくなってます。ごめん。ランジちゃんに聞いてくるか。これ開くとこやりたいのにな。やばいな。マリコさん大丈夫ですかって言われるよね。おかしいな。違うね。またコメントで必要ですな。あどうしよう。これじゃない。マジ？暗号入ってないんだけど。ん？2にしようかな。なかなか開けられないよね。まあそんなこともあるさ。コーヒー飲むか。ちょっとね、ハプニングだね。大吉なんだけどな。こんなの入っちゃったんだよね。なんでこれさ、なあ、これアンジュちゃんが持ってるのに似てる。やばい。まあいいか。そんなこともある。ということで、じゃあ解説書を中に。解説書も払えるよね。うまくゲットしたらまたあげます。そんなまいちゃんです。まあそんなことで高評価ボタンチャンネル登録よろしくね。できたらまた2でお会いしましょう。ではシーズン初笑いにらめっこしましょう。おっぷぷー。バイバーイ。またねー。